ションジャパンの井上と申します。質問に関してなんですけれども、ブルース・シューバーグレート様にちょっと質問させていただきたいんですが、先ほど、プレゼンテーションの中で、QI、クオリファイ・インディビデュアルということを申されていましたけど、そういった方のトレーニングコースというのは、今現在、すでに米国で存在しているのでしょうか、あるいは、これからそういったコースを設けられるとか、そういった情報はありますでしょうか。Yes, there are training courses in the United States for, はい、米国には QI 向けの研修コースがございます。それらが他国でどの程度利用できるのかは定かではありませんが、米国ではそのようなタイプのコースを用意することは極めて一般的です。では、そのような、どのような団体がそのような、トレーニングコースを開催されているか、ご教示いただければと思います。例えば GMA さんですとか、ちょっとそこら辺は分からないんですけれども、認定された第三者による監査に携わっている企業でしたら、その多くがそうしたタイプの研修を実施していると思いますよ。米国食品医薬品局 FDA もイリノイ工科大学と協力して、基本的な資格や基準を確立するためのモデルコースを開発していますが、それに関する FDA のガイドラインができるのはやはりまだ先のことになると思います。ただ日本の比較的大規模な第三者監査企業であれば、自社の QI を訓練するためのコースが整備されていることが今日この場でお分かりになるのではないでしょうか。では皆様、ご質問を考えている間にちょっと私の方から一つ講師に聞きたいことがありますので、聞いてみたいと思います。その間ぜひ皆さんもご質問を考えていただければと思います。私の方からシルバーグレード様にちょっと聞きたいことがあります。質問のパワーポイントの79ページで GFSI グローバルフードセーフティイニシアティブのことを、メンションされました。FDA が時あるごとに、こういった国際認証の可能性も示唆しているんですが、こういった国際認証を取っている会社さんについては、FDA の検査が免除されたりとかっていったような可能性というのは、強化法の発行後、どれぐらいあるのか、可能性だけでも教えていただければと思います。といいますのが、FDA の検査が実際、今、いろいろ企業さんに入っておりまして、やはり日本側の企業はその FDA の検査に対応する準備で、いろいろ語学も英語だったりということで、ものすごく手間を取られてしまっているという現状があります。ただ、こういったしっかりとした認証システムを取っている会社さんもありまして、そういう会社の認証を見せれば、FDA が、じゃあ FDA の検査しないよと言ってくれれば、この GFSI のようなシステムで代用ができるという利便性があるので、どのような可能性があるのか、もしご存知であれば、お聞きしたいと思います。グローバルフードセーフティイニシアチブ GFSI によって認められたスキームを遵守し、 GFSI のベンチマークスキームの遵守の検証に FDA が認定した第三者監査人を使用している企業は、全て順調にことが運ぶことになるでしょう。私が思うに FDA はまず第一に自らが GFSI についてどう感じているかということを明確に表明したことはありません。 FDA に対して自らの見解を公式に表明するよう求める一般のコメントは寄せられていますが、第三者監査の使用を称賛する以外には FDA はまだ公式の場に出て GFSI についての見解を示したことはありません。ただ本日この場にいらっしゃる皆さんには、 FDA はそれらのスキームに従っている企業を好意的に見るであろうということに同意いただけると思います。とはいえ FDA が実際に GFSI のスキームに準拠している企業の検査を公式に永久的に免除することはないと思います。
FDA はいつまでも検査を実施する権利を保有し続けるであろうと思われ、その権利を放棄することはないでしょう。ただし GFSI のスキームに準拠していて、その準拠に対して認定を受けている企業に対しては検査の対象となる確率は間違いなく一時的に低下することになるでしょう。伊藤ハムの、輸出推進部の宮村と申します。今日はどうも講演ありがとうございます。と少し基本的というか、各論に入って申し訳ないんですけれども、弊社のアメリカに向けて日本産和牛をすでに輸出しております。で和牛につきましては、日本政府と、米国間あるいはカナダ政府間とですでに日本全国に施設認定を、10カ所前後持っているんですけれども、そのような製造施設においても、今日ご講演いただいたその QI の設定であったりとか、一連のファズマに向けたそのことを考えないといけないのかどうかっていう基本的なところをお伺いしたいです。ご質問内容を確認させていただきたいのですが、牛肉製品についてということでよろしいでしょうか。そうですね、牛肉製品は米国農務省 USDA によって独占的に規制されています。ですからフェスマは USDA に規制されていない食品に対してのみ適用されます。 USDA は全ての肉および家禽製品を規制しておりますので、もう少し簡潔に申し上げられると良いのですが、あなたのご質問については USDA の法律、規制および政策の観点からお答えしなければなりません。もしご希望があるようでしたら、私の方でそれについて調べさせていただきます。ただそれが適用されることはフェスマとは関係ございません。日本缶詰協会の放送と申します。適用除外に低酸性缶詰食品っていうのがあったんですけれども、こちらの方はベタープロセスコントロールスクールの、資格認定者ということがこちらの QI と同等というふうに考えてよろしいでしょうか。もう少し分かりやすくおっしゃっていただけますか。12ページ、これらはすべてフェスマの適用から除外される食品です。 FDA の水産物またはジュースに関する規制の対象となっている食品、フェスマの食品の安全に関する規制の対象となっている低酸性缶詰食品、果物および野菜です。これらも規制されていますが、それらには農産物だけを対象にした別の規制が適用されています。先ほど申し上げたように肉および家禽製品は USDA の規則の適用対象となっており、それは変わっていません。ほとんどのアルコール飲料はフェスマの適用対象から除外されており、栄養補助食品のみを対象にした FDA 規制に準拠している栄養補助食品も除外されています。また FDA の農産物生産に関するフェスマ規制の適用対象となっている場合を除いて農場も同様です。これはご質問への回答のお役に立ちますでしょうか。すみません、それで低酸性食品缶詰食品、低酸性缶詰食品なんですけれども、ロアシッドフードの場合はベタープロセスコントロールスクールというのがすでにありまして、そちらの認定された方の資格というのはここでいうところの QI と同等と考えてよろしいんでしょうか。
答えはイエスです。主要な問題は、記者が FDA の低酸性缶詰食品に関する規制を遵守しているかどうかであり、遵守しているのであれば、フェスマの規制については全く心配する必要はありません。これは QI の問題の枠を超えているように思います。記者が FDA の低酸性缶詰食品に関する規制を遵守しているのであれば、基本的にはそれだけで十分です。